マンスリーボイス。1ヶ月間1人の声優さんに登場していただいて、毎週テーマに基づいたお話をざっくばらんにしてもらうというコーナーです。今月11月の担当は上坂すみれさんです。上坂さん、よろしくお願いします。マンスリーボイス、ZIP FM アニバズをお聞きの皆さん、そしてヒラリーさん、こんばんは。上坂すみれです。今月は私、上坂すみれが担当させていただいておりますマンスリーボイス。今回のテーマは好きな人です。はい、いやー、好きな人、憧れの人、いろんな人がいますけれども、まず私、声優になったきっかけの憧れの方っていうのが桃井春子さんという、もう、まあ、なんかあだ名というか秋葉の女王っていう、なんか秋葉って書くのもすごい懐かしい感じするんですけれども、秋葉の女王と呼ばれて、伝説のですね、私の中でも一生の大レジェンドなんですけれども、桃井さんの主題歌をやられていたナースウィッチ小麦ちゃんマジカルテっていうですね、アニメーションを見まして、痛く感動し、感動する系のお話じゃないんですけれども、小麦ちゃんというですね、コスプレマジカル魔法少女がですね、アイドルを、売れないアイドルをやりながら地球を救っていくんですけれども、そこに当時ね、大流行していた2チャンネルのアスキーアートのキャラクターたちが、夏い八頭身モナーとか、夏いとかね、出てきて、当時本当に見てたの小学校だったんですけど、私小学生の生粋の2チャンネラーで、だからちょっと喋り方がこんなもったりしてるんですけど、わかる？わかる？掲示板で喋っていたからさ、掲示板のいいとこって自分のペースで書き込めるわけですよ。何書こうって思ったら1日ぐらい寝かせてもいいんですけれども、だからいざね、私ずっと女子校に通ってて、大学に入ったら共学のいろんな男女問わず喋んなきゃいけなくて、私ね、もうそれからすっかりこのわっしゃーした喋り方になった。まあ話がそれましたけど、まあ、私がオタクになった、そして声優さんっていいなって、素敵だなって思ったきっかけの方がね、桃井春子さんで、歌も歌うし声優もするしコスプレもするっていう、当時結構コスプレってセンセーショナルな感じだったんですよ。今でこそね、いろんなコスプレイヤーさんがいらっしゃいますけど、アニメ見てんの？みたいな感じだったんだよ。当時2000年ちょいぐらいの時に、堂々と好きなものをね、好きという桃井さんに私はすごく憧れて、こういう人になれたらとてもかっこいいなって思ったんです。はい、なので今声優になれて、さらにね、アーティスト活動もできているし、こういろんなね、まあ、写真集もね、写真集がね、出せたりね、いろんなことができているのはこの桃井さんリスペクト魂によるところでもあるんですけれども、そんなエネルギーを常に与えてくださる桃井さんも感謝しておりますし、これからもね、ずっと憧れっていう感じです。こんな人が好きみたいなお話でも結構です。そうですね、私よくさ、どんな見た目の人がタイプですかっていう質問がこうね、質問状とかに書いてあるんですけど、悩ましくない？強いて言うならなんだろう、丈夫そうな精神と肉体の持ち主だと思います。はい、いいじゃないですか。でも吹けば飛ぶような、そんな儚い人もいいですよね。何でもいいじゃないか。はい、ということで、はい、もう何が言いたいかっていうと、いろんなことにチャレンジしていく精神っていうのは大事だよね。はい、桃井さんこれからも大好きです。ということで、ここで一曲お送りします。上坂すみれで海風のモノローグ。お送りしている曲は上坂すみれで海風のモノローグです。は
はい、こちらはなんと私の大好きな林哲司先生に作曲をしていただいた、そして私が作詞をしたという夢叶いしものみたいな曲でございます。嬉しい。さて、私上坂すみれですけれども、フィフスアルバムアンソロジー&ディスティニーは発売中です。そしてセカンド写真集のすみれの夢も発売中。そして2023年1月放送のテレビアニメいじらないで長トロさんセカンドアタックのオープニングテーマに私の新曲ラブクレイジーが決定しました。ありがとうございます。はい、長トロさん役でも出演させていただいている作品なんですけれども、またまたパワーアップして長トロさんが帰ってきます。そしてオープニングも歌わせていただきます。よろしくお願いします。ということで、今月は上坂すみれがお送りしていますマンスリーボイス、来週もお楽しみに。